猛暑となった今年は冷房の効いた屋内と35度以上の屋外を行き来することが頻繁にありました。この時に体温調整を行うのが自律神経です。自律神経というのはリラックスする神経と緊張する神経があるんですが、緊張する神経の方がずっと過敏になってしまってずっと過緊張状態が続くので、その結果メンタル不調になって憂鬱な気持ちになるというケースはあります。具体的にはどのような症状が起こるんでしょうか。専門家は3つのステップがあると言います。まず最初に起こるのは体の症状です。胃が痛くなったりとか食欲がなくなったりで、なおさら夏バテをするので胃腸の動きが弱くなって食欲がますますなくなるというのは夏に多いですね。で、自律神経は緊張させる神経なので、ずっと脳が緊張して眠れないとか動悸がするとか興奮状態であるとか、そういう症状がきます。身体症状は次のステップでは行動に変化が出てくると言います。いつもできていることができなくなるというボンミスが続くという行動がよく現れます。遅刻や欠勤をし始めますとか、あとストレス反応をなんとか防御しようと嗜好品に走る方が多いですよね。最後のステップは精神的な症状です。元気がない、憂鬱な気持ちになる、イライラするなどの症状が出始めます。大事なポイントはその眠れないという症状と、あとは元気がない憂鬱な気持ちという症状が2週間以上続いていて、なおかつ生活とかあと仕事に支障をきたし始めていたら、放置をせずに近くのかかりつけもしくはメンタルクリニック行って体調確認をしてもらうことをお勧めします。実はメンタルが不調になる人には一定の傾向があると言います。生活リズム、つまり自律神経のバランスが乱れている人たちの方が起こしやすいです。例えば長期の夏休みで夜更かしをしてとか、よく不調になったので対策どうしたらいいですかというご相談が多いのは、だいたい夏休み明けか月曜日ですね。メンタルヘルスケアの鍵を握る自律神経。自律神経は活発にする交感神経とリラックスさせる副交感神経があるので、これを上手にバランスよく使うのがいいんですけれども、そのためにはどうすればいいのでしょうか。一番いいのはですね、決まった時間に朝起きてカーテンを開けて日の光を浴びたらいいです。まずはそうすると自律神経が14時間後に寝るという私たちリズムになっているので、まずは規則正しく朝起きる。さらに39度から40度のお湯で入浴する方法も効果的だといいます。ぬるま湯の温度を10分以上浴びるとリラックスするセロトニンというのが私たち脳から出てきますので、できれば浴槽で1日の疲れをゆっくり癒していただいて寝る準備をしていただければいいかなと思います。これから涼しくなる秋に向けリスクが低下するかというと、実はそうでもないんです。9月10月の気温の寒暖差を見ていただければ、低い気温の時と高い気温の時ってだいたい15度以上あるんですね。ということは自律神経がフルに働いている状態が秋も続くので、やはり自律神経の乱れからメンタル不調、免疫力の低下になるリスクはこれからも懸念する時期かなとは思います。